コメです。とても面白いし喋りも上手でびっくりしました。こういう懐かしいウイレをやるのいいですね。チャンネル登録解除しました。おかしいだろ、パチ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 じゃねえんだよ。バーチャットのバーチャンスはスピードがあるので白チャンスよりはマシだと思います。だって白チャンスなんてノーチャンス状態よね。よくわかってらっしゃいますね青木さん。白はねやっぱりどっちかっていうと見せるプレイよりは気持ちでプレイするって、もうちょっとよくわかりません。僕自分で何言ってるか。ベンチにゴールキーパーを2名入れる謎采配。なんかね、このウィール10は全員ベンチ入りしちゃうんですよ。J リーグの2008クラブチャンピオンシップの時は確か6人ぐらいまでしかベンチ入れなかったんですけど、ウィール10はね、全員ベンチ入りしちゃう。だこれ采配というよりも、まあ、そういうリーグなんでしょうねきっと。ユナイテッドとの試合は死闘でしたね。審判のユナイテッド B 機は見ていて笑いました。お疲れ様でした。オスカルセラーノは試合後の死による採点で猫いない FC 内の相対評価における被害者なのかもしれませんね。全員が高評価だとダメでしょみたいな。もっとみんなが正当に評価してもらえるようなそんな社会を作ってもらえますか。猫いないさん、チャンネル登録解除してまた登録しました。あの、言っていただいていることは素晴らしいです。本当ありがとうございます。最高のコメントと言っても過言ではないでしょう。最後の一文に関してはですね、全くいらない一文はい、キュン風かな、カッコンと飲みましょう。クラスニッチを見せてくださいと、そういうコメントが来てました。見したことあるっていうか、まあそうですね、見したというよりは補強をするときに多分ちょこっと映り込んでいただいたことはあると思います。まあもう一回ちゃんと見せましょうか。こちらですね。強い、え、強、成長してるからかな、めちゃくちゃ強いですね。特殊能力もめちゃついてる。だから、アドリアーノを取るときにクラスニッチもいいですねみたいなことは言ってたんですよ。多分言ってなかったとしたら、あの、バカです。私はこんなお強い選手に対していいですね取ろうかなって思ってなかったとしたらバカです。私はで、カレンダーを見ると今回はカップ戦なんですよ。こちらフルハム、スパーズかな、スパーズとリーグ戦で、こちらバレンシアとのチャンピオンシップ。あ、ウェファチャンピオンシップ始まるわけですね。でリーグ戦はですね、まあ勝ってますね。ただ勝ち点差で言うとやっぱそこまで差はないんですよ。前回引き分けたユナイテッドとの差、勝ち点差はさ、アーセナルも3か、スパーズも、あ、スパーズも19なんですね。あの、試合内容がぶっちぎってるだけで戦績はそこまでぶっちぎってないっていう、見せかけのぶっちぎりっていう。まあいいでしょう、行きましょう。フルハム戦、まあ、前回若干ターンオーバーさせました。しかし怪我人がいたんですよね。こちらファンデルファールト先生が怪我しちゃってるんで、シュンさんで行きますか。シュンさんで行ってシュンさんを左側に持っていくか。これで行きましょうか。そんなシュンさんとの比較、まあ、言うてフルハムも強いですからね。ダージンスか、あー強いんだよな。スリートップ怖いな。さあ、なんか声が変じゃないですかっていう風にお気づきの皆さん、言わないでください。寝起きです。こうやってね、土曜日の朝からね、ウィールテームやってるんですよ。私はロッペンなんですよ。あ、もう一回打って、いやここでは合わせられない。ナイス、シュンさん、ちょっと前、OKOK、もう一回、OK、100% 入ったと思ってしまった。だからえって言っちゃうんです。後ろからチェック、スペース、いや、いいな、流れがいい。ダメです、大事なところ。リガルース今のところ0-0で、いいよ、なんかすごくいいよ。ウイングがロッペのカットイマジシャンしちゃおうかな。あ、いったいった、結果いった、いった、結果いった。え、1-1、オフサイ、選手はガッツポーズで喜んでいます。このパターンあったの。うわ、めちゃくちゃドヤ顔、津波さんみたいな審判でしょ、審判でしょね、今、副審が。このオフサイだけど、ノーゴールですよ。じゃあ、ゴールです、だけど、オフサイドでノーゴールですよっていうパターンあったら、もう何言ってるか分かんない、自分で。ボアモルチ。
パスをつないでいく。まずいんじゃないか。まずいんじゃない。あぶね。ロッペンがめっちゃ空いてんだけど、なんかアシュリーコール退場でもした？外側から行った。完璧。コントロールシュートめっちゃ入るな。チェルシー戦では喜び爆発したけど、あのフルハム戦ではあんま喜ばないですよロッペンは。いや素晴らしい、これはナイス朝活、ウィーレテン朝活。いやコーナー怖いんだよな。さあここからです。ここは集中したムンタリ、ムンタリ結構競り合い強いですから。さあここは狙ってますよ。拾いますね、まだありますよ。まずい、ナイスジェフ。ちょっと待って、攻められてるんですけど。得点してからはそんなに嘘。おう、メッシ必要な。ちょっとやばいな、アテバの方狙われてんのか。後ろに叩いた。左サイド返銃でしょこれ相手。ほらちょっと戻します。セーフ。え、なぜなぜスペースに抜ける。くっ、あぶね。え、出ない、出るよね、出ない。さあ通ったぞ。またいい感じ。出して、ナイス。おう、ちょっとシューの中で行こう。前半終わりしな。これはゴールキックだろ。攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。コーナーキックなんかい。手に当たりましたね。コーナーキックになります。あぶね。ボールをカット。やばいじゃん。いいですね。1対1だ。オッケーオッケーオッケー。しのいだ。オッケー。チェフ。オッケー。ここでホイッスルが。後半がスタートしました。アルダ直接フリーキック。ホーム&アウェイといえど、やっぱ負けられないですよ、ホーム戦ですから。失点したらダメだ、アウェー後言ってるそばからってやつです。これがやっぱね、口に出すとねフラグ立つんですよ本当に。何ですかそれは。チェフがかわいそうです。チェフが操作してるのは僕です、僕のせいです。中盤のプレイヤーです。大事なところ空いてる。どうするロッペン、こっちか。仕掛けまで早いですよね。いやー、俺アドリアーノに出したつもり。いや、うめえんだよなこれ。いや待って、これ中はフリーにさせちゃいけない。もう大丈夫、もういける。嘘でしょ。おう、フリシーここでオーバーラップ。前に出した、右へ出した、競り合った。いいよ、オスカーセラーノ一回出して、いいですね。ファー空いてるでしょ。いやー、右に叩いた。ファルダ中央から上がっていく。嘘。ゴール前フリーになる。嘘。キーパー抜かれた。入った入った。素晴らしい。マジ。後半20分です。なぜ。逆転のゴールを決めました。まずいじゃん。まずいじゃん。え、なんでこれこんな、待って、これオフサイドじゃないんだ。誰が、クリシーか残ってたのは。クリシーですね。やばいな。まずくね、なんか強いんですけど。ほらほら、おい。ロッペンを使っていこう。そう、ロッペンが絶好調だとお見受けする。なぜ。こういう時こそメンバーチェンジなんですよ。やはり好調だとお見受けするって言った瞬間にあのバジェットに変えるっていう。アテバが死んでんな。ここで、選手なぜ変えられるんだとは思ってませんね。オッケーオッケー。え、これはコーナーキック。コーナーキック。負けるぞこのままだと。いや、あるんですよこのカップ戦、急に強いパティあるんで本当に敵が。さあ入れてきた。え、ナイス、苦しい、いけ。おい、いやまずいですよこれは。シュンさん、シュンさんの芸術クロス、ばあちゃん。これを決められない。ば
いい形で左サイドから攻めていきました。いやヤバい、これもう蹴ったらピッピじゃないの、蹴ったらピッピでしょこれ。違う違う違う、あるある、まだありました。なぜここで試合終了、初黒星じゃないの今シーズン。まずくね、2対1で負けるって。これ次回1対0で勝ってもダメってことでしょ。まずいじゃん。これじゃ成長もできないよこんなチームじゃ。選手ももう怒ってますよこれ。我々は負けました。あとはまあ大体勝ってるんですよこういうあの強い、ほらね、あ、アストンビラが勝ってる。ユナイテッドチェルシーなんだ。あとこっちか、アーセナルは、あ、11、あ、みんな苦戦してるじゃん。あ、みんな苦戦されてる。まあ気を取り直してスパーズ、ちょっとあのとてつもない過密日程なんで、あれはしなきゃいけないんですよ。ターンオーバーはターンオーバーしましょう。前からポドルスキ、ドスサントス、メッシ、ムンタリ、クリシー、ブラッフェイト。もっと変えるか、もっと変えますか。ガードナー、サムエル、キブ。サムエルのところをゾーンでいきますか。あとはどうする、マテュイディいっちゃう。あ、でもマテュイディってあれか、ボランチしかできないのか。あ、なるほどね、そういうこともあるわけか。これでいきましょうか。じゃあゾーンとの比較、こう考えるとやっぱりゾーンもいいセンターバックですね。まあ、そう思って獲得してるんで、ダービッツ。そりゃそう、ロビー・キーンいるんだな。大丈夫、ミド、ロビー・キーン。怖い、ツートップ。いや、このターンオーバーも使っていきながらの、やっぱ総力戦なんですよ。カップ戦が連打してるんで。だからこういう試合こそ落とせない。っていうか、まあ、朝からウィーレなんかやるんじゃなかった。あぶね。この大きなパスはこれ仕掛けましたよ。まずいじゃん。ムンタリついてて。コースを探す。あぶね。押し戻した。ナイストラップ。短く出します。ダービッツをかわしつつ、ポルディからメッシ。走ってなかったんだメッシ。あるある。あるあるはない。早く折り返したいですよね。いや、ファール？ファール？リガルーズ、ピンチを迎えます。そうでしょ？来たー！素晴らしいゴールですね。ポルトガル、一点先制。何が起きてます、今。最後はやっぱりこの男、ボノン。クリアしたボールがそこ、あ、パス？パスですか、これ。あ、違うな、当たって当たっての当たって当たって現象だこれ。え、何ですか、とてつもなく苦戦してますけど。十分にありますよ、いずれにせよここからですよ。あ、いいよブラフェイツ、ナイス、うーしー、これですよポルティは。ナイス。前もありましたよね、バーチャットのクロスを左足ズドンみたいな、これ右足ですけど。いや、ナイス、これはゴラッソと真正面打ってんな。ゴラッソって言おうと思った瞬間、真正面打ってること分かったな。これ、真正面打ってんな、いいけど。さあ、試合は振り出しに戻っています。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。メッシならこっからでもいけるんじゃない、無理です。いや、シュンさんのボランチ効いてる。さあ、それ、ナイスキーだな。シュンさんのボランチマジで効き、あれ、ここはしかしマーフィー止めた。メッシ、これチャンスじゃないか、一回当てる。ドサンのワンツーしようぜ。いい攻撃、ここで奪い、俺自分で行く。ピーピー、ポルディはウィングだってできんだから、こういうクロス、
コーナーキックのお手本というものを見せてあげましょう。私が、そう、シュンさんが今日ロッカールームで言ってました。誰に合わせるのか。はい。中央上がっていきます。いやー、疲れてます。サイドを、スリーバックの、やっと正面だ。オッケー。中へは入れさせない。どうだ。相手に当たった。オブー。ナイススローですね。リガルーズ、え、前入られるんかい。それリアに回して、オスカルロペス、ナイス。読まれた。プリシー、カミラさん、アウェイ側なんですけど、サイドを、いやいいよ、ドスサントスが一回降りてね、時間作って、ブライフェイト、これが私たちの黄金パターン。ダメです。押し戻した。黄金パターン、ダメです。下げて、高い位置からの守備、そこで奪ってショートが、おっと、ここで一旦プレーが切れます。マイボール、マイボールか。なるほど、いいよ、枚数増やして。あ、ガードラー曲がってきてるね。ってことはこの辺かな。クロスで行った。何ですかそのフリーキック。あ、出てない出てない。ここスペース見つけたいですね。ナイス。あー、すぐ取られていく。さあ、競っていく。さあ、後半に。いや、ちょっとなんか勝てるんでしょうか。うまい。そうじゃないけど、オッケー、とピピピピ。ムンタリ。ここで奪い合う。ムンタリ。この距離はどうだ。おっと、今度はどうだ。ビービー、右のスペースから、シュンさん、コントロールシュー。ああ、あります。いや、いいシュートでしたよ。そう、サイド使って、ブラフェイチ、ブラフェイチ、本日ワンアシスト、一人で上がってきている。うわー、行きますね。いや、惜しいな。激しいチェックが続きます。え、まずいまずいまずい。そんな感じで、ナイスシェフ。ガードナーにカーソル合わせて、ガードナーだったらほぼ跳ね返せる。圧倒的なゾーンですからね。いや、しかし切り替えも早かったと思いますよ。え、ノーファール、ノーファール。ファールです。まあ、守る側からすれば危ないシチュエーションでしょうね。まずいまずいまずい。ダービッツ、オーケー、ポールディの献身性見せましょう。すぐ、ちょっと待て、危ね。ブラフヘイト、いや、ブラフヘイトがいいんだよ、ほらね、結局で、こうでしょ。あっと、いいですね、いいですね。で、こうでしょ。ちょっと、ダイレで打ってるって。ファインセーブ。チェックに行く。ムンタリが素晴らしい。切り返してする。さあ、こっから右足。いや、いけいけいけ。リード、詰め寄られました。いいとこ出ました。まずいんじゃないか。ナイスキュー。え、いや、そこら辺のデュエルはさ、あの、多めにしてもら、多めに見てもらわないと。クリシー、前方へ。メッシ、今日4本のシュート。いや、いいよ、サイドつけてるんだけどな、先ほどから。ブラフェイトは駆け上がります。こうでしょ。オーケー。ムンタリー、バーチャットからキャプテンを引き継いだ男。いや、こういうことですよ、やっぱりね。352のサイドがね、こちらがオフェンスの時はやっぱ優位を保てますから、厚みをね、保っていけば。あんまりサッカー語ると怒られちゃうんで、レオさんじゃないんで僕は。はい、ナイスシュー。いや、勝ちたいんですよ。朝からウィレなんてやるもんじゃないっていう結論に至りたくないんですよ。ちょっと待て待て待て。ゾーン、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望。まずいんじゃないか。ほら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 、ちょっとちょっと、ピッピッピピピ。おお、フィラ、後ろからチェック。それもファールか。ちょっと待て、それを PK じゃないでしょ。PK じゃないでしょ。ミドをピアスしてんの、あれ。これ怖い。チェフ、直接狙っ
よいしょ。いや、いいよ、メッシ対ダビッツ。あるあるある、ある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 。ないないない。長いボール。ちょっと待ちなさい。そのロスタイムのギリギリのそのコナミタイム使って攻めてくるのやめてください。ガードマン。あぶねえ。いや、チェーフがいまーす。あぶねえ。辛いだったら危なかったですね、今。辛いに失礼つく。絶対やめろ。あぶねえ。これ蹴っ飛ばして終わりでしょ。ピッピッピでしょ。おーい。いや、この勝利を噛み締める感じの勝利。自分で何言ってるか分かりません。いや、先制された時はもう本当めちゃくちゃいい勝負してるじゃん。シュート数とか含めて非常に機能してましたよね。なるほど。ムンタリか、やはりな。いや、成長してください。こういう勝ち試合でなんか勝つのに苦労している。今回は理由は分かってます。寝起きでプレイしてるから。寝起きでプレイしたらそうなるだろ。それはウィーバーチャンピオンシップグループリーグ今気づいたんですけど、ウィーファーなんですねかっこいいな、後ろの背景が。まあリーグ戦情報見ましょうよと。あ、勝ち点差開きましたね。ユナイテッドもアーセナルもこれ何引き分けたんか。はい、ポルト、バルセロナ、ペースベイ。で、今からバレンシアとのバトルなんですけど、バレンシア2位じゃん。このリーグ A、 リーグ A によるとバレンシア2位。得点でいうと21点も取ってる。バルサより取ってますからね。またアンリが、あ、大丈夫ですね。大丈夫でしょう。で、ちょっとカップ戦のデータを見たいんですよ。ちょっと謎に包まれてるんで、このウィーファーのチャンピオン、なんだっけ、マスター、なんだっけ、忘れてた。どれだ、これか。ウィーファーチャンピオンシップグループ B。 だ、我々は、え、ちょっと待って、レアルマドリードとバレンシアとアーセナルと同じグループなの死の組と言っても過言ではないんじゃないですか、これ。グループ A がリオン、ペースベイ、レバークーゼン、ユナイテッド。はあ、ここも死の組ですね。グループ C がバルサ、ポルト、バイエルン、ブレメ。ここも死の組ですねグループ D がアヤックス、チェルシー、ビジャレアル、スパーズ。はいはいはい。ちょっとどうする、これ。対戦相手情報、あ、これ能力見れないのか。え、待って、そうか、バレンシア、ブッフォーいるんだったまあ行きましょうか。あ、音楽このパターンね。ファンデルファートが復帰してきてるんです。あ、復帰してきてない。そっか、同じ週だ。まだ待って、これシュンさんだな。そうなるとシュンさんを左に置いて行きましょう。そんなシュンさんとの能力比較いきますけど、キーパーはブッフォーなんですよ。ブッフォン、マジで言ってる。アジャラ強え。あ、そっか、マックスウェル、バレンシア取ったんだ。ルーベンバラ、セードルフ、ビセンテ、アイマール、ジブリリッセ。え、ちょ待って、強くねえっていうかバレンシアっぽくないバレンシアっぽくないんだけども、シセ早えな。これ本当だったらリバプールにいたってことでしょ、多分きっと。あ、このパターンね、フォーメーション。ウィーファーチャンピオンシップリガルースターウィーファーウィーファーって何。あ、皆さん見てください、旗。クソダサい旗が振られてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ我がチームのサポーターです。になりますが、いかがでしょう。そうですね、これから激しい戦いになってくると思うんですけども、両チームとも今日勝っておいて先に気持ちを落ち着かせたいですよね。いや、超満員ですね、スタジアムは。チェフ、クリシー、いいですよ、キーブ、シュンさん、シセ、ブッフォン。ちょっと待って、なんでブッフォンいます、バレンシアに。初戦でまあ勝ち点取れなかったらまずいですから。あとね、ファンデルファーとかいない。いける、抜ける抜ける抜ける、早めに開けてみよう。お、あるよ。いや、打たして、打たして、えー、
セードルフ、ちょ待って待って待って、サイド上がっていきます。さあ固まっている、ちょ怖いね、クリアしよう。ここは阻まれています。ナイシュンさん、いいよいいよ、うまいよ。おお、フィラメッシ、そういうこと、クリシー使おう。あー、あげらんね。なぜトラップ競り合った。メッシからシュンさんに当てて、こうでしょ。打てないのか。いや、マックスベル対ロッペン、チュッ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 。いや、ブラジル代表足速いな、チキショー。 OK、ナイディ絶対コーナーで手…オーケー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 。まずい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 、あぶねー。シュンさん走らせていこう、オスカーセラーの走らせていこう。おっと出てきましたよ、これは。こっち行って、ダメでした。アイマール対ムンタリ、胸圧。ボールを回して、ちょ戻す。珍しくキーパーも使ってビルドアップしていく、それぐらい真剣ってことです私は今。あとね、お腹が痛いです。スライディング受けます。暑いですねこの試合は。いいな、やっぱ他のリーグと試合できるのって。外へ開きます。そこを戻す、キーパーに。いいディフェンスを見せます。中央のボール空いてるぞ、前が弱えよ。パス、シュンさん走ってる。え、今のところ0-0。ちょっと振り返ってみると、だんだんと中盤でカットされ、それから守りに入ってしまうというケースが。ロッペンでしょう。オッケー。打っちゃえ。かけてますよね、くっそブーボン。これをカット。大事なところ。あとオープンスペースを。ロッ。いや、ピー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 。まずい。ちょ、ビセンタ早いから。ちょっと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 。打つってくる。打つってくるんですよ。いやー、これ怖すぎる。大丈夫かこれ。近く連打マン、シューの中、オーブね。ちょっと空中での競り合い。ロッペ。あー、すごく強いんですけど、バレンシア。後半がスタート。後ろからのマーク。いやー、取れねえのか、それも。まずいぞ。打ってくるんかい、それ、チェーフ。ナイス、ムンタリ。ムンタリ、いけ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 。いけいけ。ナイスボールじゃないか？おー。そこ取れれば、シュンさん。取ってるのに取れてなかった。いや、メッシ、走って走って。そう、メッシ。おメッシゴールを決め、あ、嘘でしょ。頭で競り合う、アドリアン、ロッペン、おお、完璧。もう集中週の中すぎて無言になっちゃってるんで、何ですか。いや、このね、ワイドワンツーですよ、ワイドワンツー、左のアウトサイドでブッフォン背番号15番かい。え、いや、これはね、まあちょっとブラインドになってたんでね、相手の選手も。これはいいゴールですよ、しかしながら本当に今は昔、竹取の沖縄というものありけり。真ん中へのクロスが出たんですが、ここは合いませんでした。さあ、アドリアンだって、アドリアンだっているんだってとこ見せよう。アドリアンだっているんだっていうとこ見せよう。まずいな、ちょっとオスカーセラーのちょっときついだろうけど頑張る。ナイス、ちょ変えましょう、誰か絶対疲れてる。クリシーがもうほらこういうことです。あとはどうしようかな、誰か変える。ロッペンを左に持ってって、ここにバーチャット入れるか。20 minutes legend。バーチャット入れます。あと一人はちょっと怖いんで、まだ取っとこう。クリシー、ここで入れ替わります。これちょっとまず絶対、中の中。さあ、ボールが入る。ほらー！素晴らしいゴールですね。
なんでもう誰も誰もジャンプしてないじゃん。ムーンタリは何されてました今。ちょっと待ってください今。ムンタリさん、ちょっとまずいですよ。バーチャード出しちゃってるんですから、こちらは。これで先に流れをものにした方が勢い乗れるんじゃないでしょうかね。ロッペンがやばい。打たしてくれないんかい。さあ上げるか。さあこっから、いやポストの左。後半30分。ナイスムンタリ。さあバーチャット20ミニッツレジェンドって何ですかって質問絶対来るんで。来たメッシ。ちょメッシ。前方へ軽く出して、いやうまいぞバーチャットが。どうした中にいる選手が20ミニッツレジェンドとは本物だったろ。ブッフォーに取られる。マルチェラ来た。ロッペ中、いやなぜ、いや今ちょっと手前の人が打つと思って四角をしちゃったから、溜めすぎた感が。行きませんでした。左サイド駆け上がっていく、右に出して強いアドリア。え、うん、いやアドリアンクソ強いんだけどさ、体がすごいシュートでしたね。これうーん、あとはそれね、ちょこっと弱いか。ちょこっとラブ恋という字を歌ってたら負けるぞマジで。まずい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 。姿勢早いからナイスサムエル。いや勝ち点3取りたいよ初戦は。ナイス。ちょアドレアノに。オッケーオッケーオッケー。えうわマジで。いや攻めてたけどな。本当に試合をしてくれましたよね。両チームともよく頑張りました。はあ。やっぱカップ戦になると強いですね。やっぱ星6ともなると、しかもバレンシアですしね。いやー朝からウィーレなんかやるもんじゃねえわマジで。メンバー復帰しました。あ、ファンデルファルトが復帰しましたね。あ、全部引き分けてる。レアルとアーセナルも引き分けたんですね。じゃあ、オッケー。じゃあ、オッケー。大丈夫。まだ全然大丈夫。バルス、あ、ここも全部引き分けてる。それぐらいやっぱ拮抗してんのか、実力が。あ、アヤックスが抜けてんの。そういうこと？リオン。あ、ペースベイ負けたんだ。リオンに。へぇー、ユナイテッドが勝ってると。レバークーゼンに。いや、ウェーファじゃないや、ウィーファ、チャンピオンシップ、面白いですね。これしかも長いでしょ、ホームアンドアウェイあるわけだし。ホームアンドアウェイのさ、グループステージってめちゃくちゃ長くない？で、リーグ戦は、まあ一応1位です。はい。勝ち点差で言うとまだ5しかないんで、まあこれからね、頑張っていきましょう。いや、今回は苦戦しましたね。理由は分かってます。寝起きだから。ありがとうございました。さよなら。夜やろう。ウィーレは夜。夜やるゲームだ、やっぱり。